ニークは剣より強し。なんだこれ。それユニークは剣より強いらしいですよ。ね、ではそのマスに止まった虹野さんの目の前にピエロの格好をした人形が現れます。ピエロの格好した人形。ピエロだ。そしてさらに続けて画面にですね。わらび餅。わらび餅。わらび餅に。どうけすらうなるようなユニークを披露しろと書かれている。なんて地獄的なマスなんだ。技能を使用するか、もしくはロールプレイでどうにかできます。じゃあ芸術が85、絵の芸術が85あるんで、ピエロの似顔絵を描いてみせます。なるほど。絵で。技能でいくの？技能でいくの？もちろんですよ。芸術家さんだからね。もちろん。じゃあユニークな絵となるとちょっと難易度が上がりそうなので、はい、成功確率をマイナス 20% してダイスを取る。65ですね。おいピエロ、ピエロ、おいピエロ、見たことねえ景色を見せてやるよ。19。しゃ、しゃこれ。ユニークな。ピエロがうなるようなユニークな絵を描きましてですね、どうよ、納得してですね、ピエロに本当に納得してで腕で丸を作って、あ、本当にやった、ボードゲーム場に引っ込みました。偶然ありがとう、偶然ありがとうね。なんで喋れないとこまで沈んじゃったことにしたんですか。ジュジュは自分のせいですか。ジュジュの番です。ジュジュの番。腕は出てたと。わかった。これサイコロ、サイコロ、これ2、はい、ではマスが進みます。口塞がっててもうるさい。読めない、読めない。ちょっとマミヤさん無理やり顔を引き上げてください。髪の毛をこう、ね、STR18 の緑山さん、ありがとう。あ、じゃあすまないなマミヤ君。何本か抜けたようだ。床をバキバキってやりながら。全部出てきたんですか。いや、ここだけだ。あ、首だけ。顔と手がちょっと出てます。あと右手な。止まったマスの文字をボードゲーム版を見せてあげました。何が出るかな、運試し。何が出ても足からず。はい、では100面ダイスを作ってください。どういうことだ。あ、何が出るかは運次第。これは81。なんかやばそう。81は幸運より高いですか、低いですか。え、幸運より、私の幸運は45だ、高い。では幸運より高かったので、周囲がなんだか磯臭くなります。あ、海かな。砂の海の次は本物の海か。私たちも巻き込まれてるやつ。巻き込まれてるかもしれないですね。そしてひた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 と足音が聞こえてきます。あ、これ知ってる、クトゥルフ的なあれだ。すでに我々は何らかのクトゥルフ攻撃を受けている。嘘、マジで。そしてあなたたちの目の前には人の背格好ぐらいをした、しかし顔は決して人ではない、キモ、むしろ魚のような顔を。これあれだ、クトゥルフ的なあれだ。クトゥルフ的なやつ。目の前に現れ、あなたたちに明らかな敵意を見せています。全員3チェックです。じゃあマミヤさんだったら、まあ、いきますぞ。いきますぞ。55、いっか。60。失敗。失敗。 1D6 ですね。オッケー。マミヤ君なってないぞ。先に振っていい。どうぞ。いいぞ。えい、6。やばいぞ。あった。これは後でアイディアロールしましょう。6失って 49になった。意地の振ります。はい、2。あ、じゃあ成功ですね。じゃあ0です。いや、気持ち悪い。緑山振ります。肝が座ってる。82。失敗。なってないぞ。 1D6 です。1。まだ1になって。なんでだよ、うるせーな。いくつになる。44です。44になった。私は奥多摩でいろんなものを見てきてるからね。大したことないのさ。奥多摩に何があるんだよ。62。失敗。失敗。奥多摩でも見たことがない。ガクガクたじゃん。奥多摩ではないです。ガクガクたじゃん。4失って、41。ではアイディアロールを、マミヤさん。マミヤ君落ち着きだめ。マミヤさん大丈夫ですか。13。成功。発狂します。まだ決めてない、まだ決めてない。人ならざる、ものに恐怖し、キモい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 。それをはっきりと認識してしまいました。では10面ダイスを振ってください。一番ありえる。どのような発狂を起こしたのか。5、
探索者はその場に釘付けになってしまう。お僕は絶対ここから動かない。身動きが取れなくなりました。僕は絶対ここから動かない。どうした、うるさい、僕はここから動かない。視力検査か。そして戦闘が始まります。一番動けねえだろうがよ。僕はここから動かないよ。動けねえやつと動かないやつがやばいぞ。釘付けになったやつと下半身がまだ埋まってるやつがいる。2分の1だ。ではラウンド順で、ダイスを振って戦闘していきましょう。虹野さんからか。はい、この部屋から出られるか試みてもいいですか。いいですよ。ドアに向かいたいです。ドアに向かう。はい、ドアに向かってます。でははい、助けて。リュウ君的にはリュウの前。あ、僕片腕しか出てないけど僕何ができるかなって。あ、僕隠れるっていう技能があるんですけど、さらに埋まってみてもいいですか。下にね。ダイス振ってみましょう。すっぽりと、50です。はい、よし、頼むぞ。命だけはせっかく戻ってきたんだ。70。ちぃー、動けねえようだ。下は固まってました。ちくしょう。そして、次、化け物のラウンドです。うわ、嘘。化け物はじゃあ釘付けになっているマフィアに向かいますね。こっちを見ないでよ。やっぱり一番恐怖したのは目の前にいたからでしょう。マフィア落ち着くんだ。落ち着けマフィア。でも釘付けになって動けません。その魚のような化け物は、鍵爪で攻撃をしてきます。うわ、ダイスを振ります。マミヤ君、よく見れば避けられるぞ。あ、カギスメは空を切りました。ほらな、マミヤ君陸に慣れてないみたいですね、魚は。魚だからこっちに来ないでよ。淡水でもかけてやる。ペッ。よくやった。魚はちょっと元気になってます。なんだ、余計なこと。海水じゃないのか、あいつは。余計なこと。淡水でも潤ってますね。マミヤのラウンドは、恐怖してますので何も今できません。そして、緑山ですね。じゃあ緑山君、マミヤのところに向かいましょうか。ドアよりは近いので移動して何かしら物によってはできるかもしれないね。攻撃はできます。マミヤさんに。あ、いいよいいよ。そんなバカな。魚に対して攻撃しかけない。いいでしょう。じゃあ武道を使います。武道で。お、いいですよ。武道サバット。はい。サバットにしたんだ。いや、なんか、うん、ストリートギャングっぽくなった。あ、なるほど。全然俺サバットか何か分かってないけど。62成功です。お、80。回避を魚は試みます。慣れてねえからチャンスもある。鋭いキックだ。いいぞ。74失敗しましたのでダメージが入ります。お、 1D6+1D4。 武道成功してから 2D6 倍か。そうか、ダメボム入る。3と429。はい、では、かなりよろめいておりますね。らえ、はい、こっちに来ないでよ。マミヤ落ち着け。そして、2ラウンド目ですね。虹野さん、ドア開きます。おっしゃ、開きますが、どうしますか。開くのは確認できました。みんなを呼びます。みんなこっちから逃げられそう。動けない2人。そして、再び次はジュジュですね。私はこう、やはり殴ることもできないんだろうか。なんか出ようと試みるとか。殴ることはできないですね。じゃあなんか助言をしてもいいかな。え、なんで出ようとしないの。もう一度サイコロ振ったら消えるんじゃないか。リュウさんが止まったかと同じように気づきましたね。ということで、次のサイコロって順番的に誰なの。ジュジュですね。私の番か。ボードゲームは目の前にありますが、まあ、手は届かないですね。くそなんだってんだ、一体全体。そして化け物のラウンドがやってきます。おお、何もしないぞ俺。思いついた。助言はくれたけど。襲いかかってきたので、じゃあ標的が移りますね。緑山に移ります。緑山に対して鍵爪攻撃、85失敗しましたね。いい目の話だ。、はい、そしてマミヤのラウンドです。あの、僕の前にダイスを持ってきてくれたらいいんだけど、釘付けになってます。僕の29の大人なのに。その場で釘付けです。さあ、そして緑山のラウンドがやってきました。ジュジュの話を聞いて、はい、緑山はなるほどと思ってサイコロ渡します。渡します。私に言ってるとこですね。早くしろ。分かった。どうなっても知らんぞ。今行くぞ。3ラウンド目、やってきました。逃げれるぞって言ってますが、中はアビ教官です。あーねー、ダメだ。こっち見れない。逃げたい気持ちは山々なんだかね。あれ、ちょっと逃げられる。ダメだ、あっちに戻ろう。はい、じゃあ戻って、戻って、あの、はい、ジュジュさんを盾にします。後ろに回り込む。まあ盾っていうか、君の
スネぐらいしか守れてないけど。そしてジュジュのラウンドになりました。よし、今ダイスが手に届いてます。お、届きそうだろ。鳥山の手からもう届きました。あ、ダイスだ。ダイス、あ、わかった。あ、しかしでもあれだな、心配だな。マリア君のことが来るんだ。こう狂気から救ってあげたいという気持ちがあるんだよな。キーパー後ろから頭叩いちゃダメですよ。いいですよ。パン。あー、その調子でポロリン。では6振りまして、お、読み上げてください。何？ここは陸地だ。タコもイカもいやしない。だけどまさか、ああ、窓に窓に。何？